大谷って本当に王級もあるのか。今のエンゼルスに先発 DH で王プラス相当の選手いないから、大谷消えたら借金18になるってことだけど、本当に大谷消えただけでそこまで負け増えるか。増えるぞ。普通に増えそうでくさ。チームの打撃と投手成績見てこいよ。あ、いやでもあれか、一応大谷抜けたとしたら別のやつがどうせ多少王稼ぐやろ。大谷が消えれば他の選手が DH で休養しながら出れるから、他の選手の王が上がる。だから実質的な大谷の貢献度はそこまでない。 DH で平均レベルの打撃しかできないなら王は下がるぞ。大谷消えたら多分借金10くらいだわ。エンゼルス普通に増えててくさ。大谷いなかったら補強もせんやろし、借金増えるやろね。もっと増えると思うんだけど、大谷抜きのチーム OPS 見れたもんじゃないし、先発の代わり誰が入ると思ってるんや。えらいことなるで、大谷の投手王以上に負け増えるとしか思えん。大谷は DH だから守備でマイナスされてる野手王だけしか見なくても、あ、リーグ1位になれる、DH だけで MVP 取れるレベルってすごいぞ。大谷は確かにサヨナラの場面とかでは打たないけど、負けてるところを同点にしたり、同点の場面で突き放したりするホームランが MLB 3番目くらいに多かった気がする。大谷を DH と投手で2人にしたら、大谷プラスもう1人分の王稼がなあかんから、もっとちゃうか。そのもう1人分の王は多分レイフ金だから、それは無視してもええかも。ただ年俸分の負担はあるがな。大谷いなくなったら客も減って他の選手のモチベ下がって、もっと悪くなるだろ。エンゼルスって某芸人マジでおらんから、普通にそのくらい借金増えそう。普通にもっとあってもいい。大谷がすごすぎてスルーされてるが、負担の割に王稼げなさすぎる。カツカツの枠が1人分減るから、さらにしんどくなって負け増えるぞ。来年のエンゼルスに期待。